さん。あら、あら、ラジオ。どうして？あの、質問した。はい。ですね、心のバリアフリー。これをちょっと詳しく、ね、もっと教えてほしいんですけども。心のバリアフリーは、はい、最近すごく出てくるようになった言葉。これは、国はな、実は提唱しとく。前はバリアフリーとユニバーサルデザインとか思いやりのなんとかとかいろいろこう考えられとっていろいろあってぐちゃぐちゃになったんよね。例えばユニバーサルデザインのトイレだったら誰でも使えるようになってるからどうしてもその障害がある人だったりとか方が使えなかったりとかね、まあ、例えば電動車椅子の人が入れんかったりとかいろいろ起こったり、例えば視覚障害の人もそうだし、内部障害で例えば人工肛門つけてるような人も使いにくかった。今例えば東京の都庁とか行くと誰でも使えるトイレじゃなくて、1階と2階は普通の車椅子の人が入れますよっていうバリアフリートイレになってて、授乳室が別にあってっていう作りになって、で3階4階は大きな電動車椅子の人、首から下が動かない人とか人工呼吸器の人が使うような大きな電動車椅子でも回転できますよっていうようなトイレ、バリアフリートイレになってる。それから5階6階にはね、おむつの替え台がついている、トイレですよとか、そういうふうなね、いろんな形で今ね、もう東京の方はもうそういうふうな動きになってるんだけど、それが心のバリアフリー、いろんな人がいろんな場面で使うんだけど、それをさらに使いやすくするっていう考え方、これをやっていかないといけないっていうふうに実はもうなってます。残念ながら広島はまだなってないけどね、今からどん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 これが広がっていくと思うんじゃ。そうしたらみんなで思いやられて感じ合えて困ってる時に助け合えるようにさらになるんじゃないかなっていうふうに思うけ、まあみんなもね、ぜひね一回ね調べてみてもらったらいい。心のバリアフリーって最近ね国がたくさんいろんなところで使ってるから新しい日本っていうような形になっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思います。以上です。ありがとうございます。